みんな明けおめ、新年早々悪いんだけど、お詫びと訂正をさせてもらうぞ。ちゃんとした新年の挨拶は次の動画でするから待っててね。でだ。以前ざっくりで語る珍兵器第3回で T34 の115の話したじゃん。例の学生がエジプト向けに作ったってやつね。あれね、なんと海外のエイプリルフール記事だった。あちゃー、やってしまったねー。気づいた時のストローちゃんはそりゃもう焦りに焦ってたぞ。ウィキペディア日本語版の T34 のページにまで書かれちゃったもんね、あの話。とはいえあれが完全なフェイクというわけではなく、実際に1980年頃のブルガリアで作られたのは確かなようだ。ならなんであんな話になったの？それがね、戦車じゃなくて要塞の固定砲台として改造されたものだからなの。おう、これが設置されたのはトルコとの国境を防衛するための要塞で、他にも様々な車両が流用されていたようだ。野ざらしの戦車博物館みたい。中にはドイツの4号戦車の砲塔を改造してソ連の SU-76 の主砲を搭載した砲台もあったぞ。ニコイチ兵器いいよね。というわけで火力増強のために T62 の砲塔を乗せるべく、T34 の85の車体を拡張したところだけは間違っていないようだ。T62 をそのまま埋めるんじゃダメだったの？ブルガリアは T62 の車体を流用した戦車回収車を運用していたから、そっちでいろいろ使いたかったんじゃないかなって。そっかー。なので走行装置こそ取り除かれているが、砲塔旋回用の動力が車内に残されている可能性はあるな。これで手動旋回だったら笑うしかないね。これらの戦車流用砲台は1996年までは運用されていたらしいんだが、その後どうなったかは定かではないな。なんか一部がコレクターに販売されたなんて話もあるよ。というわけでお詫びと訂正をさせていただくぞ。本当に申し訳ない。